い、皆さんこんにちは、マネリグルビジです。では今回はハートバイアンフォーアメリカトランプ大統領プレイ続けていきましょう。現在中国と本格的な戦争中ということで、戦争開戦直後はですね、中国陣営思いのほか大きく膨れ上がって、戦況が危ぶまれたんですが、うまくヨーロッパ、NATO を引き込むことに成功して、今は一進一退という状況に持ち込んでいます。で、師団をですね、今中国の本土に送り込んでいる状態なので、これをうまく使ってですね、戦況を決定的に優位な状況に持ち込んでいきたいなというふうに、思っています。じゃあまず空いている研究枠使っていきましょう。陸軍のドクトリンですね、これが先に進めるので、進めていきましょう。3つですね、リカバリーレートが入るもの、ターゲットアグレッションコンピューティングというものが1つと、あとはフルスペクタンドミネンスドミナンスですね。これはハードアタックプラス 2%。ハードアタックプラス 2% 悪くないかもしれないな、今は。あとはフリーダムオブ、マニューウェーバーで合ってますか？師団移動速度プラス 2%。いやー、どっちかだな。師団速度 2% を欲しいな。移動速度 2% を先に研究入れましょうか。まあ、先にというか、まあ、三者択一なので、これしか選べなくなっちゃいますが。選んでいきましょう。で、あとは、中国の、軍の戦力確認しておきましょう。まず陸軍の師団がマックス65。一方、海軍が33まで減らしているので、海軍をもうちょっと減らしたらですね、もう逆に中国軍がね、人民解放軍が日本、台湾に上陸してくる危険性はなくなったと判断できると思うので、今、日本、そして台湾に駐留している部隊をさらに、中国本土にぶつけていくことができるので、海軍はね、もう少しこのまま頑張ってもらいましょう。では、時間を進めていきます。まずは確実に、敵をね、排除して、戦況を優位に進めていきましょう。まだ遊べる手段っていうのが、いくつかはあるので、それらの手段を送り込む状況を作り出すためにもですね、やっぱり確実に海軍が中国海軍を破ってくれるというのが重要になってきます。もう一つですね、中国本土で獲得している領土は台湾の領土になっていて、台湾がね、厳密に言うと我々の陣営には入っていないということがあって、せっかくの空軍基地が利用できないという状況になっています。なので、これをうまく使ってもらうためにですね、台湾、日本にはレンドリースで空軍の航空機を今送っています。で、これをさらに増やしていきましょう。生産のラインとしてはですね、レンドリースに必要になる、輸送船は生産中なので、もう少しね、レンドリースの量を増やしていきましょう。特に台湾、日本、この両国に関しては、レンドリース重要になってくるので、レンドリース入れていきます。倍の20。日本も同じく、倍の20、送っていきましょう。これでね、本土に配備する。その、空軍戦力を増強してほしい。中国海軍の艦艇をさらにさらに沈めていきたいからな。ではここからね、しばらく時間を進めていきたいと思います。インバイトジャパンとNATOが、終わりました。国家方針ですね。なので続いて、インバイト台湾を入れていきます。これで、NATO にね、加
加入してくれれば、そのまま戦力が使えるようになるので確認していきましょう。いやー、中国軍の、おっと、また香港がやられてるよ。これ多いんだよね。ちょっと香港に駐屯させる部隊を。あまり中国軍に幅を利かされても香港でね、困るんで、まあ、急いで香港の奪還のために部隊を送りましょう。で、合わせてですね、一部の部隊を本土、中国本土ですね。特に、この海岸沿いに、送っていきましょう。本当はね、これらの部隊も、できれば、攻撃に参加させたいんですが、まだ中国海軍がここを、握ってるんだ。ちょっと待ってね、急いで部隊を送らないと、手遅れになるので早めに送ります。さてさてどうする。香港から上陸してきた敵の部隊を潰すのにちょっと苦労してますね。ここであまり時間を使いたくない。で、中国海軍の状況を見ておきましょう。28。もう決して数は多くないんだけどね。それでも、香港周辺の制海権が確実に、そして安定的に確保できているという状況ではないので、ここはですね、ちょっと新しい艦隊を送っておきましょう。で、これを機にちょっとね、ジェネラルたちに対しての、スキル、マッチアップできるものがあれば、つけていきます。インバイト、台湾が発生してますね。台湾の次は、どうしようかな。まあ、韓国を NATO に誘うはありえないので、やめましょうと。いうので、一旦ここでまた再び戻しましょう。ヨーロッパ方面に戻します。まずは香港周辺に展開する敵の部隊、中国軍をしっかり駆逐しておきます。でたまに湧いて出てくる香港の防衛はね、しばらく常駐しましょう。しばらくの間は常駐。で、さらにね、中国海軍を潰して、もう数隻単位、一桁単位まで艦艇数を減らしたら、またね、状況を見て、駐屯する数をね、微調整していきたいと思います。そしたらですね、アミ3軍を強襲上陸に使っていきましょう。苦戦してるところあるので、ここの後輩に回り込みます。これでもう本当に使える師団の数がね、少なくなってはきています。まあ、いわゆる、余剰戦力がないという状態なので、どっかで戦線が崩壊したらお互いに戦局が一気に変わる可能性がある。まあ、それは中国軍も同じなんで、ここは最新の注意を払いつつですね、戦いの方は進めていきましょう。待ってね、どこで海戦が起きている？
これ中国軍だな。ちょっと救急車が今来ちゃってますけども、このまま進めます。おっと、沖縄が中国に奪われてますね。これは由々しき事態だな。さて、そしたらこれを取り返さなきゃいけないので、取り返しにかかります。戦局が落ち着いてきたら、師団の編成とかね、いろいろ見直したい部分はあるんですけども、まだちょっとその余裕がないので、まずは沖縄をしっかり奪還しておきましょう。沖縄の奪還。沖縄の奪還が済めば、済んだかな？沖縄の奪還が済めば、ここに、航空機を配備していきましょう。ここは、すかさず、航空機を配備して、確実にね、敵の、制空権を、奪っておきます。あとですね、陣営の主導者になれるということなので、ここは一旦我々、つまり、アメリカが主導権を取りに行ってもいいかなっていう感じはしますね。どうしてもここの中国の戦車を突破できないので、ここで対戦車装備を拡充させていきたいと思います。ここは一刻の猶予もないという状態なので、対戦車装備ですね。これをしっかり行っていきましょう。空軍のドクトリンを次に進めていきます。空軍のドクトリンは航空優勢プラス10%のボーナスが入ります。戦線が完全に膠着しているので、何かちょっと打開策を考えていかないと、このままね、動きがないかなと思います。で、ヨーロッパの方も、まあ、トルコ、ブルガリア国境付近、ここで、おそらく戦況がね、膠着している状態なのかなと思います。これに万が一ロシアが参戦してきたりしたら、まだ一気にね、不利な状況になるとも限らないので、なんとかね、今のこの微妙な情勢というものを打開していきたいなと思うんですけど、なんか有効なね、決定的な一撃があればいいんですけど、もう我々の戦車手段もだいぶ疲弊しているので、ちょっとここに対しての有効打が見出せないでいるというのが現状ですかね。なので逆に手こずってるところは放置して、敵の手薄なところにね、軍の手段を一部割いてみるというのも手ですよね。
ちょっとそれを試してみましょうか。これがうまくはまってくれたらそれはそれで全然いいので。どっかで間違うと一気に戦線が崩壊する恐れがあるので、それを一番今恐れてますね。今あの一進一退の状態なものが一度崩れるともう止められないということにはやっぱりなりかねないという状況だと思うので、まあ、そういう状況をね、できるだけ、なくしていきたいというところです。そしたらまた輸送船の数増えてきているので、レンドリースの量を調整して、日本そして台湾、各国が、まあ、しっかりとね空軍を展開できるようにと取り計らっていきます。ここは本当に空軍を自ら展開できれば一番いいんですけど、残念ながらそういう状況になっていないので、その分しっかりと台湾と日本を支援して、彼らが十分な空軍戦力を展開できるように取り計らっていきます。よし、まずここの戦線が少し打開できる可能性が出てきたね。もうね、中国軍の戦車部隊を突破できないっていうちょっと情けない結果になってるので、戦車がいないところから先に潰していきます。で結果包囲できて、結果中国軍の戦車を撃破できればよしなので、まずはね突破できるところを見つけて突破していきます。ライトニング、レンドリースに出してるライトニングの生産量はどうなってる？確認しましょうか。ライトニングが更新770か。ライトニングをもうちょっとガリガリ作っていって、レンドリースの量をさらに増やしましょう。今空軍の展開量ですね、確認しておくと、中華民国、日本、いや日本の方がしっかり航空機展開してるね。まあ日本の方が軍事力大きいというのはあるので、そしたらここから先は主に、日本に対してですね、レンドリースの強化をしていきましょう。100機の航空機をレンドリースに出すって相当ね、優遇してる措置だと思うので、これで頑張ってもらいたいな。ベトナムに対しては一旦ここで我々の味方につくように交渉を行っていきましょう。ベトナムが味方についてくれたら大きいですからね。ここから師団の数がね思い切って増えるっていう可能性が、まあ実際のところ乏しいと、まあ事実上あんまりありえないかなって考えると、まあなんとかね、敵の師団、敵の軍の展開の穴を見つけて、そこから侵入しては括弧撃破もしくは包囲殲滅、これを繰り返していくしか、まあちょっと道はないかなというふうに思ってます。であとは中国の海軍の状況をもう一度確認していきましょう。中国の海軍、もう展開できる海軍ないんじゃないかなと思うんだけどな。ちょっとしばらく海軍マップにして、いやいやいや、香港近辺、相変わらず中国と争ってるんだな。なんとしてもね、香港近辺の
制海権を確実なものにして、香港に駐屯している部隊を前線に送り出したいですよね。そうすれば多少なりとも、動ける部隊というか、戦える部隊というか、増えるので、戦況をより優位に進められる可能性がね、高まってくると思います。あとはもう全くわけのわからないところに強襲上陸をかけてみるとかね。補給マップ上、厳しいところはないので、補給が行き届いていないということはないと思うんですけど、あとはやっぱりもう師団の編成で、アンチ戦車をどれだけ組み込めるかですかね。穴を見つけたらもうそこにすかさず攻勢をかけていくという繰り返し。もう手動による操作が非常に重要度を増してくるという局面ですね。ボスニアに入って、セルビアに行く、セルビアをなどに引き入れましょう。ここに来てまた中国軍のあれなんだよね。戦車なんだよね。戦車がね、強い。そう簡単に中国軍の戦車突破できないね。安倍さんが4戦したのかな？自民党総裁、つまり、自民党の首相、日本の首相になるね、今だと。は、連続3期で1期3年だと思うので、マックス9年ですかね。首相に在任できるのが連続では。穴を見つけては、穴のあるところに、部隊を送って、一歩ずつ一歩ずつと、前へ前へと進んでいきましょうか。ではね、確実に一歩ずつ前進をしているものの、劇的な戦況の変化はない。そんな状況なんですけども、時間が長くなってきましたので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。一つはちょっとレンドリースをもうちょっと拡充しようかなっていうところですかね。空軍をね、展開してきているんですけども、制空権だけではなくて、近接航空支援とか爆撃とか、そういったものももっと配備させて、より戦いがね、スムーズに進行できるように、エスコートしてあげていければいいのかなというふうには思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。